こちらが先に ABS でプリントして失敗したもの。それからこちらが PLA でプリントして成功したもの。まあ、この両方ともお送りします。途中で、セルボードですね。造形するプレートからどんどん剥がれていきましてですね。こういう状態になってしまいました。こういうことも時々起きます。